皆さんこんにちは現代のもののけひめことまこですながらでラジオながらじのお時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思いますながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください録画でお送りしていますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けしております 最後に次回のトークテーマを発表しますので、えー、最後まで聞いていただけたら嬉しいです。ということで本日は4月25日ただいまの時刻は14時52分なのでもう少しで午後3時になる予定でございます。で、えー、前回ですね21日の配信をちょっとお休みしてしまいましたので今回は25日 に今日の25日に前回いただいた皆さんからのゴールデンウィークのご予定何してますかっていうのを後でからお話ししていこうと思います。はい、で次次回が28日なんですけどちょっと28日も予定が、あのー、ありまして配信ができないのでまた1週間後9日かなでお送りするか。 途中であっ9日じゃないか2日かあ二2日いけるか2日でまた1週間後で長らじしていこうと思います。はい、ということでそうですね久々この前生配信 YouTube の方で生配信ライブしてあの長らじを普段聞いてくださってる方からしてみたら何か生放送のラジオみたいな感覚に今度なってきてるのかななんて思いました。 まあただながらじのこの収録版と違ってね、えー、録音録音じゃないリアルタイムで皆さんとこうやり取りできるっていうのがまあいい感じなんじゃないかなと思いました。でながらでラジオの,そのゲストトークなんゲストトーク月1回にしてねしていきたいねって言ってたんですけど。 ちょっとなかなかタイミングが私が本当にパッて空いた時にやってたりするので、あのー、ここの時間でこうっていうのがちょっと最近見えないので2日もねちょっと取材が入ってるのでそこも時間が見えなくてなかなかゲストトークできないのが申し訳ないなと思いますがあのしっかりちゃんと予定見ながらやっていきたいと思います。5日だったらもしかしたららももしししかかできるかもしれないない 5月5日子供の日は、えー、ちょっと先の予定わからないですけど1か月半ぶりにあのゲストトークもやっていこうかなと思いますのでぜひ皆さん公式 LINE の方をね登録しておいていただけたらと思います。で、えー、今日はですね福岡の方が暖かくて。 もう半袖でいい感じですね。二十六度、全国的にはどうなんでしょうか？二十六度、まあ。山形の方はね。地元の鶴岡の方は桜が散り始,散り始めて、今がすごい桜吹雪の真っ只中だそうです。鶴岡も二十度だね。全国的に今日は暖かいんですね。東京も二十八度、最高気温二十八度だって、でも、明日雨なの、めっちゃ雨なの、嫌だよね。しかも、さ、明後日その南天ながら地が。 木曜日できないかっていうと金木金木じゃない <laughs> 水木にかけて友達が来るんですよ福岡に遊びに来るのでちょっと遊んじゃってるので <laughs> 長らじの収録ができないっていうことですね水曜日がちょっと天気微妙で木曜日は晴れるみたいなんですけどえー、晴れ女パワーを使ってね天気がいいちょっと観光にしたいなと思います行くのがね 水曜日は山口の方に行きまして木曜日は長崎の方に行こうと思いますそんなに、あのー、なんていうの YouTube と絡めてるわけじゃなく普通に友達と遊びに行くので動画は基本的には撮らない長崎の方ではちょっと1個撮る予定があるんですけど基本的には動画撮らないでやろうと思うのでただ SNS でね写真とかこういうとこ行きましたよとかこういうもの食べましたよとかあと YouTube のショートとかではもしかしたらあの普通の Vlog みたいな感じで撮るかなとは思うのでよかったら SNS も皆さんフォローしていただけたらなと思います。はい、ということで今日のテーマは、まあ、今のお出かけの話にちなんでじゃないですけど「ゴールデンウィーク皆さん何しますか?」っていうのをねコメントにいただきましたがまあなんと私のながらじを聞いてる皆さんはインドア派なんですか <laughs> インド派派でですすかか行動派じゃないんですかもう予定がないよっていう方が多いというか、まあ、そもそものベースの書き込み数は少ないですがう予定ないよって言ってる人ばっかりなんですよね。浩、は、二、い、さんは「ゴールデンウィークはあーお休みの楽しかった思い出ってないな」と。成人になってから特養の老人ホームの事務員で働いてた時は「 福祉系の中で一番休みのない職種だった。から、休んだ思い出がないんだと。だから皆さんがどんな楽しい思い出を過ごしたか、聞きたいなっていうのがありました。で、ホマオッさんさんは、もう特に予定がないと。でも、散歩や買い物には出かけます。だって。まあね、天気がいいといいですけどね。なんか、福岡の方はゴールデンウィーク、 あのー、結構雨予報らしくてで福岡に福岡博多に博多どんたくっていうのがあるの皆さんご存知ですか私も名前だけはなんか聞いた時あって、えっと、それがこの時期ゴールデンウィークの時期なんだそうですで意外とゴールデンウィークの時期っていろんなところでお祭りもねあったりするからかぶったりっていうのがあるのでなかなか見れないしいけないなっていうのがあるし博多どんたくも。 何、あのー、て言うんですか地元こう行列を作りながら踊りを踊るまあそんなにワッシャイワッシャイっていう感じのお祭りではなくてどっちかっていうと皆さん屋台がメインだっていうなんかそういうお祭りらしいですね。<laughs> まあ、ちょっと今回はゴールデンウィークも山形にいるのでタイミングがあったらそういう博多どんたくとかっていうのも見てみたらいいな 感じてみたいなまあ、なかなかそういう人混みとかお祭りってね車椅子の人たち行くの大変だけどなんかそういうの気にせずに行きたいところに行くっていう感じで、えー、いつか博多どんたくに行ってみたいななんても思いました。はいで他の方はねミシェルさんはもう NHK 見たようだってありがとうございます。フクチッチが結構ね再放送されてるんですよ。私もやっと見ましたねフクチッチ。福 結構なんかあんまりまこさん映ってないっていうコメントを頂い,いたんですけど結構映ってたじゃんよかった NHK さんありがとうございますいっぱい映っていただいてで奈緒さんは「悲しいことにゴールデンウィークは何も予定ないです」「また悲しいことに30代最後のゴールデンウィークなんだって」えー「お酒は飲めないので好きなアーティストのライブビデオを見たり」 自分なりに思いっきり楽しみたいです」ってただ、えー、もしかしたらコロナの影響はあるけれども各県にいる友達がやっぱ帰ってきて帰省してきて家に泊まるかもしれませんだってであの今回は結構大型あの月曜日と金曜日が平日だけどそこ休み取ると大型連休になるので。 結構行けるんじゃなないかなと私もねだから福岡から、えー、と鶴岡に戻るのが29日なんですけど飛行機福岡から羽田に行く飛行機はさ全然空いてたんだよでも羽田から省内に行く飛行機が結構、まあ、時間によっては神、ま、タイムの時は満席であ帰る人いっぱいいるんだなって思いました。 本当にだから結構あのー、空港にいるとねやっぱ人の動きっていうのが結構見えるのでああこの県にこんだけいるんだなとか地元もなんかあんまり帰ってきてなさそうででも空港は人がいっぱいいるってことはそれなりに人も帰ってきたり観光客の人もいっぱいいたりっていうのがね見えますね。はい、えっ、ー、と石見の国メルチュアーさんは。 ゴールデンウィークはあー引っ越し、ゴーールデンウィークの前に引っ越したからもう明日明後日とかの話なんかな <laughs> なので、えー、ともう引っ越し作業と引っ越しのその後のね、えー、お部屋のセッティングなんだそうですで車椅子になる前はゴールデンウィークは田植えの時期で田植えで忙しかったので、えー、忙しかったと。 そう、ゴールデンウィークってさ山形の方も岩見の国さんってでも下の,下の方島根とかあれそっちの方だっけかなんかあの、ゴールデンウィークはさやっぱり田植えなんですよ農家さんたちはもう農家さんはすごいもう紙休みなんか関係ないくらいも,うもはやゴールデンウィークは家族が休みだから家族総出でとか とお友達とかも呼びながら田植えをするっていうのがもうなんか当あるある、ね、なんかそこでガガッてやっちゃうっていうのが皆さんありました私もだからあの車椅子になる前までは、えー、その親戚の田んぼを手伝いに行ったりそれこそ昔付き合ってた人とかは農家さんのお家だったから、えー、と農家の手伝いをしてたりっていうのをやってましたねそういうの好きだし。 また、あ、私は手際がいいいからでででですすねいやできるんですよ何でもちなみに雑談とても雑談で合ってるあのー、とても雑談なんですけどお米っていう漢字がありますよね米米なんで米な成り立ちなんで米というか何でああいう米の形になってるか知ってますか米の漢字の成り立ちって皆さんご存知ですか えっとですね、米を、まあ、諸説はありますが <laughs> 米を、ねあのー、作る出来上がる作り上げるため米が完成するまでには88の手順があるとだからあの米っていう感じになってるんですね。はい やっぱ田舎,な田舎というかもうほに地方の地方の学校なので自分たちでお米も作ったりするんですよ、まあ、農業体験っていうのは多分いろんな学校さんで田植え体験とかすると思うんですけどそれだけじゃないんですねまず、えー、苗から育てますお米をしっかり種からまいて苗を、えー、学校の,その自分たちの畑にね 苗をちゃんと作って苗床っていうそういう部屋を作ってまずお米の苗を作るんですでその後に田んぼを準備しななきゃいけないけ田んぼは、えー、とカピカピの状態だから白かきって言ってまずこう土とかを掘り起こして、えー、水を引いてこうちゃんとドロドロのね泥の状態にするその白かきっていうことがあったりして、えー、まああとその他いろんなやつもあるんだけどその後に田植えをして。 で、そのタウウェイが終わった。後も稲をちゃんと管理しなきゃいけない。病気があったり、いもち病だけかね。とか、そういういろんな病気から守るために管理をしなきゃいけないまあ、極力無農薬で育てていきたいよね。っていうのもあったので、なんかそういう風うに毎朝毎朝。みんなでえが、ー、授業が始まる前に水を水の量を見に行くっていうことを。 やってたりすするんですよ学校からそれなりに距離はあるんですけどもうそれが朝のランニングみたいな感じになって、えー、畑を田んぼを見るまあでもいろんなあの地域のお,おじいちゃんたちの田んぼとかも周りにあるので何かあった時とかはあ草刈りとかもそうですけどねおじいちゃんたちとかが地域の人たちが一緒にその田んぼを見守ってくれる。で秋になって収穫をして、えー、と全部木の 木に干すすんですけど機械とかじゃなくて木に干してでそこで、えー、できたら精米をして、えー、みんなでその収穫祭他にいろんな野菜も育ててるのでね収穫祭っていうのをやってその地域にお世話になったあ田んぼや畑を見てくれたおじいちゃんおばあちゃんたちを呼んでご飯を食べるっていう、まあ、その本当に1年当初のイベントっていうのがあるんです。なかなかかかここままでで本当に最初から最初ら後まで子供たちが あの見る手を加えるっていうのはやっぱり田舎ならではなのかなと個人的には思います、まあ、だからこそお米の大切さとか私は野菜の大切さ、まあ、その育てる側の気持ちっていうのがすごいわかるのでお残しっていうのがダメなんですよねお残し許しまへんでですよ、はい、でスティリマンさんはインドの方なんですけどインドはゴールデンウィークがありませんと日本の文化ですねゴールデンウィーク。 つるちゃんさん、さ今のテーマの話ではないんですが、まあ、YouTube いつも見てますと「まこさんは山形から福岡に移動したのにはどうしてかな」と「結婚相手の方が福岡に移住したのですか?」と書いてありますが「つるちゃんさん私の動画を見てるのであれば見てくれ!」書いてあるぞと <laughs> 今あの九州の方にねその福岡の方で九州再生医療センターっていうところで再生医療をしています。 でリハビリも行うので、えー、その他でお仕事がない時間の時は福岡にいてリハビリをしているっていう感じですだから移住はしてないんですよね。一応この今1人暮らししてるところも会社さんが関わってるので、えー、と自分の持ち物っていうわけではないですし本当にいや住所は山形なので移住っていう感じはないです二拠点生活ですね なこもちさん、ゴールデンウィークは何してますかそうやねーと特に何も考えてなかったけどまあ妹さんからの誘いがあったので、えー、新車の KMAX に乗って、まあ、バーベキュー BBQ ですねやろうかなーなんていう話とあとはあドクターさん自分のドクターさんと PT さんたちとグリーンランドに行こうっていう話にはなっているけど、まあ、叶うかどうかなという話でした。 ね、ぜひ行ってほしいあの YouTube ライブでも書いてくれてたけど行ってほしいねグリーンランド私もリベンジしたいねでえー、とふもさんはズバリゴールデンウィークは畑仕事をしますだそうですやっぱそうですね農家さんたちは皆さん意外とね意外とねっていうかあのやっぱ私のチャンネルって層も高めだったり聞いてる層も高めだったりするので 畑仕事とか、まあ、農家さんの率っていうのも多いなと思ってます。はい、で、私自身じゃあゴールデンウィーク何するかと皆さんに何も予定ないんかいとか言っておきながら私自身も何もありません。というか、あのー、基本的に私カレンダー昔からという昔からかな昔からですが 会社員の時はし、まあ、仕方なかったけど自営とかになってからは基本連休は何もしないカレンダーの連休は何もしなくて連休が明けてからあー私は休みを取ってその空いてる時に遊ぶっていうことを基本的にはしていますだし今さっきも言ったようにさっっきも言ったように連休って結構まあ、お盆とかもそうですけど。 県外にいた友達が帰ってくる率っていうのはやっぱり高かったりするので、えー、地元にいて出迎えて、まあ何か遊ぶっていうことは基本ないから本当にまあ、酒飲むとかっていうのがまあ主でしたね。まあもっともっとね彼氏がいた時とかはやっぱり旅行とかはしてましたけど、今年は、えー、お家であのー、お客さんをというかお留守番をしなきゃいけないので基本的には。 家にいますで、まあ、家にいながら家の周りの弟と一緒に畑仕事をなんか手伝えたらいいななんては思ってますけどねなんかそういうのほほん動画みたいなのをずっと最近福岡ばっかりで撮ってるので地元の方で動画回せてないのでなんかのほほん動画も撮れたらいいかなという感じでゴールデンウィークはそんなに予定がありませんまあその代わりなので明後日、明しあさでちょっと。 まず人がいないなまだきっと休みを取ってないであろうという段階でプチ旅行行とというかね友達っっっちたたりこっち行ったりこしますででも5月8日、まあ、最終日ですねゴールデンウィークの最終日にそのウィングス・フォー・ライフ・ワールド・ランで、えー、東京に行くので、えー、その東京に行ったついでにまたあのちょっと遊んでこようかななんていうのもありますね。 もうねなんか先々のことを考えるともうあっという間に1年終わっちゃうなってなんかふと思いましたあれもしたいこれもしたいこれがあるなあれがあるなってこう先々の予定を入れてるとえもうあっという間に1年経つやんみたいな早いですねそんなことを言ったら年ですねって言われましたが <laughs> 本当に1年が早くて怖いですはい。 そんな感じで、えー、ゴールデンウィークの予定皆さんからお聞きしましたでちなみにコメントにですねちょっとあのね視覚障害の方向けに字幕でもしよかったらながらラジオ聞いてくださいってあるんですがその字幕機能をですね Google さんの Google さんじゃないか YouTube の機能だけでやってて私の方で変換してないんですよねなのでなかなかうまく表示されない時もあるんです まあそれはあのちょっと申し訳ないなと思いながらちょっとそこまでながらじに時間をかけることができないのでうんごめんなさいっていう感じですね。なんかこういった感じでやっぱみんながみんなできるっていうのが形として難しいみんながみんなうまく見れるっていう形ってやっぱり難しいんだなって思いました自分でいろいろやっててね。まあ、でも 長らじは字幕ないけどおだからこそ私は普通の YouTube の動画コンテンツの配信に関してはフルテロップをこう心がけてるそっちでよかったら楽しんでほしいっていうのをやっています。はい、ご理解いたただけたらと思いますという感じでえっ、ー、とそろそろお時間になりましたので次回のテーマの次回のテーマ決めですね 何しますか次回のテーマ皆さんこういう時えっ、ー、とコメントもらえると本当は楽だけどここで考えなきゃいけないっていうのが大変ですねうんあしょうもないというかなんかそんな話題が広がるかどうか分かりませんがえー、焼肉私すごい好きなんです皆さん焼肉で何のお肉食べますかっていう あのー、もう固定で決まってたりしててなかなかチャレンジ他のものを食べるとかっていうことがやったことないので例えばちょっと特殊なこういう部位おいしいよとかもし知ってることがあれば教えてほしいな、はい。ということで次回のトークテーマは焼肉でいきましょう、はい、皆さん是非「焼肉好きな肉」のコメントを おお話ををコメント欄に記入をお願いしますもうどんなコメントでもいいのでね皆さんどんどんコメントをしてください。はい、ということで本日の「ながらじ」はここまでではまたバイバーイ <music>